はい、えー、どうも、ろくでもない事件だなと思います。何がろくでもないかっていうと、なんかその公演廃止っていう決定ですよね。まあ経緯は私も存じてますよ。これ以上危険が子供たちに及ばないようにとかっていうことなんですけども、そっちかーってことですよ。まずね、子供の声がうるさいって意見する大学教授、まあ。この人が邪魔なんですよ、まずは。まあこんなね、おかしな人がいるから、正常な世の中がどんどん壊れていってるんですよね。 で、この大学教授って大体6でもないわけなんですよ。6でもないから、他の大学教授がこれに対して、いやいや、お前がおかしいだろうっていうふうに、まあ言わないんですよ。身内びいきして結局黙ってるってことは、大学教授、国立の名誉教授か、これ同罪だってことですよね。みんなでこう思ってるってことなんですよね。うん。だから子供たちがいくら不自由な思いをしても、自分たちが店の真ん中を歩ければどうでもいいってことですよね。 ま、中国共産党の回し者だと思うんですけどもね、こういう人間は。うん、やっぱりこう、始末しないといけないのはどちらかというと、未来やる子供ではなくて、未来ない、こういった大学の教授じゃないかなと。まあ、大学がこれからなくなっていくことは、もう心配なくて、あの、規定路線ですから、公園を先になくすよりもね、この大学をなくした方がいいかなと思いますよ。まあ、こういった大学教授に何を教わることがあるんでしょうか。しかも名誉教授ってことは別に、教授でも何でもないってことですよね、これはね。うん、まあ、こんな記事です。たった一人の、 子供の声がうるさいという意見で廃止になった長野市内の公園。市に対しての意見を言っていたのは大学の名誉教授だったことが週刊ポーズの取材明らかになった。その一人の声で子供の遊び場である公園を閉鎖した市の対応には疑問の声というか批判の声しかないでしょう。日和すぎだろうと。それこそね、市の職員の皆さんね、公園に張り付いてでも子供たちの場所を俺たちが守るって言えないんですかね。 つうか、最近は子供の公園じゃなくて、遊具が取り外されて、老人のグランドゴルフの公園になってますけどね。だから子供が元気に遊ぶ、そんな空き地ってのはなくなってきたわけですよ。そういった子供の可能性を取り上げ、少子高齢化に拍車をかけ、生まれてきた子供さえ虐待していく。それがこの世の中のいわゆる大人たちということでございます。ね、次の世代を踏みじって、自分たちの残り少ない命を大切にする、こんな国にいつからなったんでしょうか。記事を読んでいきましょう。 長野県から車で10分ほどの住宅地に問題の、問題の、問題の青木島遊園地はあると。問題ですね。問題だな、これはな。もう他は読む気がしませんね。問題ですね。うーん。こんなね、めんどくさがって何でもかんでも二つりゃいいってもんじゃないんですよ。その問題にね、立ち向かっていく大人として、 そして、市の職員として、責任を取る態度を見せてもらいたいなと思うんですよね。これは責任放棄で繋がるって言ったらね。男性は以前から市の対応にも不信感を募らせてきたようだ。昨年8月、市と男性による協議の場が設けられ、公園緑地下の職員に対し、男性はこう伝えたとうん。公園を作りたい、広げたいのはわかるが、自分たちに都合の良い人たちだけに声をかけて説明し、不利益をこむる人たちを説明会に呼ばれるのはおかしい。ね。だっておかしい人なんだから呼びたくないでしょ。 で、公園の理由についてお考えを変えていくことは困難でしょうかという公園の口ちゃん問いかけに対して、これまで18年ですよ。だから、18年間,間間違えたことを言ってるから聞きられないって、いう風に考えられないんですかね。18年言ったら、なんか言うこと聞いてもらえるってのはまさにね、中国が、いや、台湾は俺たちのお土地だって言い続けたりとかね、ロシアが北方領土はうちたちの土地だって言い続けたの同じ理屈ですよね。つまり、この、 偉そうな大学教授の方は、ロシア中国と同罪ということなんではないかなと思いますね。いや、怖いですね、こういう人たちがいるってのは。あなんとも住みにくい世の中です。住みにくい世の中はこういった大学教授が作り上げていると言っても過言ではないんでしょうか。